どうも、はじめましての方も、はじめましてはない方も、はじめまして、海蔵亮太でーす。はい、というわけで、今日も一日お疲れ様でございました。ただ今時刻はまだ午後3時でございます。なんかお疲れ様という時間帯にはちょっと早いのかなと思いますが、私は動画を撮っている。しかも、こんな部屋の角で。なんで部屋の角で撮ってるかというとですね、ただいま今家を大規模断捨離中と言いますか、まあ大掃除ですね。大掃除をしていて、本当に床がとんでもない状況になってるんです。なんか一回荷物を全部出して、いるものいらないものを、なんかこんまりさん風にいらないものがなんかありがとうございましたつって廃棄していくみたいな感じなので、結構今部屋がね荒れ放題。のゆえにこの部屋の角で撮ってるって感じなんですけど、ぶっちゃけなんかこの部屋の角すごい音の反響もいいので、なんか落ち着きます。個人的にはなんかしばらくこの辺で動画撮ってもいいかなってちょっと思いました。えい、というわけで今日は何の動画を皆さんにお見せしようかと言いますとですね、実は先日私 COVID さんのワクチンを接種してきました。でその時にまあ何もなければわざわざ動画にする必要はなかったんですけれども、ちょっと一悶着と言いますか、ちょっと人事件あったので、今日は皆さんにその話ができたらなと思って動画を撮っております。で、まあ実際そのワクチンをね、打たせていただいたんですけれども、まあ僕の場合は結構なんか大規模接種会場みたいなところで、なんかこう、椅子にさ、みんな座って、お医者様がこう、一人ずつ、打ちながらスライドしていくみたいな、なんかベルトコンベヤー方式みたいな感じで、接種してもらったんです。で、まあ僕も、まあ事前になんかこう、問診票じゃないですけど、なんか今日の体調めっちゃいいみたいな、最近風邪ひいた、全然ひいてない元気みたいな感じでこう、チェック項目打って、なんかいろいろ準備してね、行ったわけですよ。やっぱり、なんか僕自身、すごくこう、緊張してたというか、なんかハラハラしてたんです。COVIDさん、うんぬん、の前に僕自身がその注射がすごい苦手なんですよ。もちろんその点滴とかも絶対無理だし、点滴したら逆になんか失神しちゃうんじゃないかぐらいの本当に体調悪くなるし、インフルエンザの時とかの注射も、なんか毎年、もう今年30だよ。もう31だ。ごめん、サバ読んだ。毎年、そのお医者さんに、打つ時にさ、なんか筋肉注射じゃないですか。なんかこの二の腕のあたりをこうさらけ出して、なんか打ちますよ、みたいな。で、毎年こうやって掲げるんですけど、なんか、とにかく力を抜いてくださいってすごい言われるんです。海蔵さんすごいいつも力入ってます、みたいな。とにかく力を抜いていただかないと打てません、みたいな感じで。なんか毎回ね、はい、OK です。いや、力入ってます。はい、OK です。いや、力入ってます。みたいな、そういうなんか、一問一答みたいなやり直しがずーっと続いてるぐらい注射が苦手なんです。で、打った後もなんか、今日一日もブルーな気持ちいいみたいな感じで、すごく、苦手なんですけど、今回のワクチンも筋肉注射じゃないですか。二の腕にね、インフルエンザと一緒で。で、嫌だな、嫌だな、って、嫌だな、嫌だな、怖いな、怖いな、みたいな感じで思ってたんですけど、実際に会場入りして、で、こう回ってたわけですよ。先頭打者からこう、どん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 打たれていくわけじゃないですか。パン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 って。で、だんだん自分の順番が近づいていくにつれて、その、注射も苦手だし、なんか初めての、その、経験というか、まあ皆さんもそうなんですけど、初めてすぎて、ちょっともうハラハラ、ドキドキワクワク、みたいな感じでずっと回ってたんですよ。で、いざ自分の番が来ました。なんかいろいろ聞かれます。なんか、今日の体調どうですか？今のとこどうですか？みたいな感じで、はい、大丈夫です。みたいな。腕出してください。つって。今回はですね、本当に事前の準備が良かったのか、筋肉を解きほぐすことができて、力を抜いてくださいっていうことを言われずに、一発で打たれたんです。で、それがすごい嬉しかったんですよね。なんか、今回打たれてない、言われてないじゃんと思って、なんか打たれました。あ、嬉しい。でもなんか体の中に未知の生物が入ったんだなって思った瞬間、体が急にね、背中から冷や汗がファーって出てきた。あれなんか、あ、なんか怖いな怖いなみたいな感じになってきましてですね。で、一緒に、横にね、マネージャーさんもいたんですけど、マネージャーさんも打ってもらって、で、なんか15分ぐらい、30分か、15分から30分ぐらい待機しなきゃいけないんですよ。その打った後、なんか、もしかしたら、体調を崩す可能性もあるかもしれないというか、そういう症状を見るために、経過観察みたいな感じで、ちょっと待ってたんです。で、その間ずっとなんか僕、打たれた瞬間から背中からね、なんか、
ただならぬ気配というか、冷や汗が止まんなくなっちゃって、なんか、ああ、怖いな。なになにこれみたいな、怖いな、怖いな、みたいな感じになってきた途端、次の瞬間、視界が、この四隅ぐらいから急に視界がこんな感じで、真っ暗く、ぐわーってなってきたんですよ。なんか呼吸もなんかしづらくなってきて、なんか、ちょっとこれやばいかも、みたいな。で、ちょうどキャリーケースを持ってきてたので、もうキャリーケースをこうやってしがみつかないと、なんかもう今にも前にダイビングしそうだなぐらいの気持ちになっちゃって、なんかこうやってやってて、で、とにかく何かマネージャーさんになんかお知らせしなきゃ、この状態をどうすればいいかみたいな感じで、もう決死の思いで隣にいるマネージャーさんに、すいません、ちょっとやばいっす。みたいな感じで、やばいっす、みたいな話をしたんですよ。マネージャーさんも僕マスクしてたんですけど、あ、こいつ絶対顔色やばいみたいな。すぐに、お医者さんを呼んでくださって、で、お医者さんが来てくださったんですよ。どうしたんですか？もうどうしたんですかって言われた後に、こういうテンションで喋れない。こんな感じで。なんか、あ、背中から冷や汗が全身から出てきて、あ、なんか怖いな、怖いなってなって、気づいたら視界が真っ暗になって、なんかすごい気持ち悪いですみたいな感じのことを言えずに、あ、なんかちょっとすいません。なんかちょっとおかしいかも、みたいな感じのことを言ったんですよ。で、そしたら、なんか急に脈吐かれて、こうやって。脈拍かなんて、なんか、ああ、来たね、みたいな感じで言われて、え？待って待って、何？なんか来たの？僕。なんか到来したの？みたいな。ペリー来航とか思いながら、なんかもうそこからもう本当にスピード感のある戦いというか、パッて車椅子が来て、座ってください、みたいな。とりあえずベッドのある部屋までご案内しますので座ってください。で、僕は、もう車椅子とか、乗ったことないし、で、見るからになんか僕のサイズ感ではなかったんですよ。だから僕が座ったらなんかシルバニアファミリーみたいな感じで、ちょっと恥ずかしいなと思ったの。大規模接種会場だったし、何百人もいるところの中で、そのなんかパレードじゃあるまいし、その車椅子に座って座って、すいません、通ります、みたいなことを結構恥ずかしいなと思ったので、あ、歩いて行きます、全然行きます、って言ったんだけど、いや、ダメ、みたいな。めっちゃ怒られて、いや、ダメです、みたいな。絶対座ってください、とか言われて、あ、わかりました。お医者さんのことは絶対だからね。で、そのままこう、車椅子に座って、で、なんか動かされたんですけど、やっぱり恥ずかしいから、何を思ったのか、マスクしてるからほとんど顔見えないはずなんだけど、なんかこうやって隠してね、通ったんです。もうなんか見られたくない、みたいな感じで。この状態で、タンタカタンタンタンタカタカタカみたいな感じで、ベッドまで運ばれて、で、そっからもう、ベッドで血圧とか測ったら、めっちゃ下がってたの、血圧が。びっくらこいた。なんか、かすかに聞こえるんだけど、もう朦朧としてて、あんまり覚えてないんだけど、僕普段血圧、上が120、まあ、2、3。で、下がまあ60いくつみたいな感じなんですが、その時測った時に聞こえたのが、あ、上90ぐらいしかない、みたいな。で、下も50ちょっとしかない。あ、これ血圧下がってんだよ、みたいな。だってさ、もうパニックじゃん。僕もう血圧、なんか、大丈夫かなみたいな。怖いな、みたいな。もしかしたら点滴打たれると思って。点滴も苦手だから、もう刺された瞬間、さらに多分血圧下がると思うなと思って、どうするんだろうと思ったら、なんかお医者さんがね、なんか言ったんですよ。おならだね、って。で、その時聞こえなかったんですけど、なんか、調べたところですね。そのほにゃららねって進出単語とイントネーションがあるワードが一個見つかりまして、それが何かと言いますと、血管迷走神経反射っていうやつになっちゃったみたいなんです。で、この血管迷走神経反射っていうのはですね、緊張やストレスなどで起きる血圧の低下、脈拍の減少などのことです。実はですね、こういう今このご時世、こういうワクチンとかを接種した時に、こういう血管迷走神経反射になる人って、少なくないらしいです。なんか最悪、なんかこれが結構こう行き過ぎると、なんか失神しちゃうみたいな、血圧が下がるから意識がパンみたいな感じになっちゃうんですけど、僕はそこまでならなかったんですが、厚生労働省のその新型コロナワクチンについての Q&A にも入ってましてですね、失神っていうのは一時的に脳への血流が減少することで意識を失うことを指しますと。で、その原因として最も多いのが、この血管迷走神経反射によるものなんだって。で、この血管迷走神経反射は、様々な原因によって、副交感神経が活発になって、血圧の低下、脈拍の減少などが生じます。まさにそうだよね、僕。
で、睡眠不足、そして疲れている時、そして長時間経っている時、痛みや緊張などの精神的ストレスを感じた時などに、この血管迷走神経反射は起こりやすくなります。ということで、まあ、僕自身もさっき言った通りですね、まあ、未知のワクチンであったり、注射がそもそも苦手だっていう、精神的なこうストレスとか、まあ、睡眠不足とか疲れてるはちょっとわかんないんですけれども、なんかまあそういうのが原因で私は怒ってしまったと。で、まあこう失神する前に通常頭がフラフラしたり吐き気、発汗などの症状を伴います。ね、発汗、冷や汗起きましたね、怖いな怖いなっつって。で、その血管迷走神経反射自体は横になって休むことで治るので、特に健康上大きな問題になることはありませんが、転倒により怪我をしてしまわないよう注意が必要ですということで、もうまさにその通りだよね。だから、車椅子に乗せずに転倒して怪我をしたら、本当に本末転倒、まさに本末転倒だなってなっちゃうし、で、さっきベッドで横になって、まあ休んで良くなったんですけど、まあ休むことで治ったので、良かったなっていう話です。というわけなので、私は、ワクチンを打った瞬間にですね、血管迷走神経反射という、本当にこう、大技みたいな名前の、症状にかかってしまったという話ですね。はい。で、これから、ワクチンを打たれる方、多いと思います。僕みたいになる可能性も、なきにしもあらず、特に、今回に至っては、初めてのワクチンじゃないですか。だからそういう意味では不安もあるし、まあ、あとは、まあ、僕みたいに注射が苦手な人って、多分たくさんいると思うんですよ。で、そういう人、とかがもしこう接種した時にちょっとでも体調が優れないなと思ったらすぐにお医者様を呼んでください。自分で声が出せなかったら隣にいる人とかもう誰でもいいのでちょっと助けを求めるってすごく大事なことだと思います。なんか僕自身は隣にマネージャーさんがいたからパッて言えたんですけれども、本当になんかこうそのまま放置してたらもっと体調悪くなって下手したらさっきみたいに失神しちゃったかもしれないし、なんかそういう意味では早めの処置ができたなって個人的には思っています。で、実際に横になって30分ぐらい経ったらすごく元気になったというか、あれさっきまでのなんかこう意識が朦朧としてたのは何だったんだろうっていうぐらい元気になったので、皆さんも本当に無理はせずに、はい、まあ、ちょっと怖い部分、不安な部分もあるかもしれませんが、前日には十分な睡眠をとって、体をしっかり整えてから、ワクチンを接種しに行ってみてはいかがでしょうか。はい。というわけで今日も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。なんか今日はどちらかというとなんか啓発みたいな感じの内容になってしまったんですが、まあ、僕自身も初めての経験だったので、ちょっとテンパってしまったっていう部分もあったり、あとはこれから打たれる方の少しでも参考になればなと思って、この動画をご提供させていただきたいと思います。よかったら、動画のチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。他にも SNS、Twitter、Instagram、TikTok などもやっておりますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いいたします。というわけで今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。以上、海蔵亮太でした。バイバイ。血管迷走神経反射。